トラウトとカープ以外にどんな釣りが好き？何でも好きやん。カープが好き。外国人は最初は両手側はパクリでもトラウトから。昔に子供の頃にやっぱり海釣り のバーチとかヘラとか大体5年前ぐらい始めたけど、すごい腕がいいからもうなんかもしかしたら世界大会に出れるぐらいだから沈めて、そこからこうブリ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 って表層に逃げていくものに対してすごい高反応する魚だから、たまにこう沈めてあげてまたそこから。うん、そう、根がからないね、砂地を今やってくれてる。そのストラクチャーゲーム、ストラクチャーに打っていくスタイルもあるけど、今日4人乗ってるし初めてだからこう広いところで反応させる釣り方やってもらった。ナイスビッグシーバー、イエーイ。店長のキャプテンズカメラですね。店長ありがとうございます。OK、yes. yes. okay. お願いします。ちょっと一匹ちゃんと釣っとこうか。おお。OK。よし。OK。続き、タボ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 、あよ、ああ、おみ、マゴチ、フラットフィッシュ、おっしゃ、スーさん、いい引きじゃない？つとごつとご、キャス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 、キープキャスキープキャス、地合いかもしんない。店長の秘密ポイントでマゴチ、これがマゴチ。こんな子がね、美味しいのすごい。輪切りにして刺身も OK、寿司ネタ、寿司も OK。はい、あ、その中に入れちゃいますか。はい、よいしょ。